海外預金口座を活用しよう。こんにちは、浅見博史です。今から 3,4 年前ですね、外国、海外に行って、銀行預金口座を作ろうというのがブームになりました。最近では、なかなかね厳しくなってきましたので、英語がこう話せないと、海外でね口座を開設するというのが難しくなってきました。その頃のですね、海外口座作ろうというツアーを作ってね、海外まで行って、特に香港ですね、 HSBC なんかに口座を開設してある程度のお金を入れてきました。しかしですね、そのお金をただそこに眠らせているっていうのが実は現状なんですね。海外にお金を置いておいたからといって、これからはですね日本も租税条約を結んでいますから、そこにお金があることはいつかは分かってしまうということでいくと、やはりですねそこの海外口座に置いてあるお金もうまく活用して増やしておいた方が良くないですか。そんな方法をですね、この YouTube 動画でお話しするわけにはいきませんので、ぜひですね最大限に活用する方法をお知りになりたい方はお問い合わせください。お待ちしています。ありがとうございました。